突然だけど、みんなは狼に対してどんなイメージがあるかな？古くから狼は童話なんかで悪役として描かれることが多かったから、狼は怖くて乱暴な生き物って印象が強いと思うぜ。赤い頭巾をかぶった女の子しかり、子豚の三兄弟しかり、狼は決まって最後には退治される運命だもんな。そうだよね。送り狼なんて言葉もあるし、狼の印象ってあんまり良くないと思う。でも実際はそうじゃない。そうじゃないんだと声を大にして言いたい。狼は気高く神秘的な生き物で、とても賢くてかっこいい生き物なんだぜ。うんうん。海外では狼ってあまりいい印象はないのかもしれないけど、日本では古くから神聖な生き物と信じられてきたしね。ただ残念ながら、現在では日本で野生の狼を確認することはできないよね。嘆かわしいことだよな。そのあたりの事情も含めて、今回は狼について徹底解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに狼の分類についてだけど、狼は哺乳網食肉目犬か犬属に分類され、30以上の亜種が確認されているんだ。ちなみにペットとして扱われている犬たちは、家犬と呼ばれ、狼の亜種とされているぜ。元をたどれば家犬は狼を祖先としていて、実際、狼の DNA と家犬の DNA はほとんど変わらないらしいな。そうみたいだね。だからこそ、家犬と狼は交雑可能で、狼の姿を色濃く受け継いだ品種も存在しており、これを狼犬、またはハイブリッドウルフと呼ばれているんだ。狼犬は大きなタイプの犬で、性格的には狼の部分を色濃く受け継いでいるらしいぜ。つまり用心深い性格で、人懐っこいとは言えないが、逆に心を許した相手にはとても懐いてくれる可愛い存在だぞ。もちろん、狼の血を受け継いでいるからこそ、生半可なしつけじゃダメだからね。ただ、そんな狼犬が懐いてくれたら絶対モフモフ天国だろうな。たまらないよな。犬好きのみんななら一度は考えたであろう。某アニメーション映画の山犬にモフモフするって夢が現実になるサイズ感だぜ。あのアニメーション映画は不朽の名作で、未だにふと見返したくなるんだよね。これ以上語るとどんどん脱線しちゃうから、狼に話を戻していくよ。狼は生息地や亜種によって体長や体重、経路に差が見受けられるんだけど、一般的な大きさとしては、体高が60センチメートルから90センチメートルで、体長は1メートルから 1.6 メートル、体重はおよそ25キログラムから50キログラムほどとなっているよ。また経路に関しては様々で、灰色狼のように文字通り灰褐色の経路を持っているものから、北極狼のように純白の経路を持っている種なども存在しているんだ。雪原の中で遠吠えする純白の北極狼の姿を、一度でいいから生で見てみたいものだぜ。めちゃめちゃ神秘的だろうな。写真で見る限りでも息を呑む美しさだもんね。そんな狼たちの野生化においての寿命は5年から10年ほどとされていて、飼育下においては15年前後生きるとされているよ。稀に野生化においても10年以上生きた個体が発見されているし、飼育下においても20年以上生きたケースが確認されているらしいな。そんな狼たちは生態系のトップに君臨していて、鹿やイノシシ、ヤギや小動物などを主に捕食しているんだ。ただ、餌が取れない場合は家畜を襲うこともあって、海外においては害獣とされる地域も存在しているみたい。残念なことだよな。そもそも家畜を襲わなきゃいけない状況を作ってしまったのは誰だって話だぜ。本来、狼は人里に降りてくるような習性はないんだから。そうだね。狼は基本的に臆病な性格で、人を避けて行動するからね。ただ例外として、狂犬病に感染した狼は人を恐れないみたいだけど。狼たちの住処を奪い、餌を奪ったのは紛れもなく人間だもんな。そんで生きるためにやむなく餌を求めて家畜を襲えば害獣なんだから、たまったものじゃないぜ。狼は北半球に広く分布していて、かつては日本でも固有種である日本狼やエゾ狼が生息していたんだけど、人為的な原因で絶滅してしまっているもんね。古来から日本において狼は神聖な生き物として崇められてきたはずなのにな。実際、生態系のトップに君臨する狼たちが、作物を狙う鹿やイノシシを飼ってきたから、
神話においても現実においても有益な動物だったことは間違いないはずだぜ。そうだね。だけど日本には神殺しの時代と言われる明治時代が訪れてしまい、その際にそれまで崇められてきた多くの神たちが排除されてしまったんだ。本来、日本において狼も大口の真神として崇められていたんだけど、この時代においてはもはや神とは言えなかったんだよね。人のエゴによって、古来からのつながりを断ち切ってしまったわけだな。しかもそれ以前の1700年代から狂犬病が急速に蔓延して、狼たちが人を襲うようになってしまったことも、迫害に拍車をかけたんだと思う。そして人々は狂犬病を撲滅させるため、1900年に入ってからは徹底的に狼を駆除し続けたんだ。加えてあの時代は急速な開発によって狼たちが住む森林をどんどん奪っていったからな。いくつもの人為的な要因が重なり、結果的に日本狼は1905年頃には絶滅したとされているぜ。エゾ狼に関しても、懸賞金までかけられて徹底的に駆除されちゃったんだよね。北海道に生息したエゾ狼は、アイヌの人々から狩りの神と崇められていたのにさ。結局エゾ狼は日本狼よりも早く絶滅する羽目になったな。日本の生態系をコントロールする重要な役割を持ち、なおかつ日本を守る動物の神として崇められていたのに、最終的には守ってきたはずの日本の人々に絶滅させられるなんて、どうにもやりきれない気持ちになるよね。不運が重なったという言葉じゃ片付けられないよな。そうだね。次にそんな狼の習性について紹介していくよ。狼はパックと呼ばれる群れを形成し、大きな獲物を仕留める連携を可能にする社会性や、高度なコミュニケーション行動に長けた生き物なんだ。狼は基本的に一生を一頭のパートナーと添い遂げる一夫一妻制なんだぜ。冒頭で言ったように、送り狼なんて言葉があるが、狼は一途な生き物ってわけだ。ちなみに哺乳類の中で一夫一妻制を取っているのは 5% 未満らしいな。虚実のほどは確かじゃないけど、パートナーに先立たれた狼が、餌を口にしなくなって亡くなったなんてエピソードもあるみたい。これが事実なら人間も見習ってほしいくらいの一途さだよな。浮気症は狼の爪の赤でも煎じて飲ませてやりたいぜ。ほんとだよね。そんな狼のパックについてだけど、つがいとなるオスとメスを筆頭に、その子供たちからグループが形成されるんだ。狼たちは縄張り意識が強く、他の群れとの衝突によって命を落とすこともあるみたい。ちょっと荒々しい話だが、狼は結構縦社会で、その点においては人間と似ているかもしれないな。そうだね。実際、狼のパックには序列がしっかりと定められていて、基本的にはつがいが最上位で、その後に子供たちが続いていくんだけど、パックの中では最上位であるアルファという個体に絶対服従なんだ。だが最上位が入れ替わることもあるんだよな。そして序列を決めるのは、単純に力ってわけでもないぜ。パックによって異なる部分もあるんだけど、威嚇といった心理戦なんかで序列を決めることもあるみたい。相対してビビった方が負けって感じだろうな。仮に力で劣っていても、気持ちで負けなければ上位になることもあるわけだ。もちろん、単純な戦いで序列が決まることもあるんだけどね。そうなるとお互い本気のぶつかり合いになっちゃうし、怪我を負って命を落とす場合もあるんだ。この社会性があるからこそ、生態系のトップに君臨しているんだろうな。実際、自分たちより大きなグリズリーなんかを撃退したりすることもあるらしいからな。この高度な社会性は豊富なコミュニケーション行動でもあらわになっているよ。狼は体を使った表現、ボディランゲージが豊富で、些細な重心の移動から、大胆な仰向けまで、多種多様なんだ。仰向けになる体勢は犬にも見られる行動だよな。これは服従を表すボディランゲージだぜ。そして他のコミュニケーション方法としては、狼の代名詞とも言える遠吠えがあるよね。狼の遠吠えってマジで神秘的だよな。あの横顔がイケメンすぎて惚れるわ。かっこいいもんね。狼の遠吠えにもきちんとした理由があって、これはパック同士での連絡手段だったり、縄張りの主張だったりなんだ。低音だったり高音だったり、ちょっと音程が違ったり、まるで歌っているみたいだよな。あえて音程をずらしたりしているのは、
他のパックに個体数なんかを把握させないためのものだったりもするみたいだよ。ちゃんと考えられてるんだな。狼って賢いし強いし、連携も取れるしコミュニケーション能力にも長けてるし、何より最高にかっこいい存在だよな。そうだね。彼らが日本にまだ生息していたら、って願わずにはいられないよね。もちろん、今こうしてスマートフォンやパソコンで動画やゲームを楽しめる時代も素晴らしいとは思うが、その発展の裏にはこういった動物たちの犠牲があることも忘れちゃいけないぜ。うんうん。それにもしかしたら、賢い狼のことだし、人知れず日本のどこかの森で暮らしているかもしれないもんね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。